なんかしばらくやりませんか、ね、マジで言ってんのに、ね、全身やばいこれみたいな、全然売り上げ立たない、まあ、これからそうだと思われてるんですけど、うん、それからそうになりたいわけですね。はい、本日も企業のリアルということで、株式会社ベンタスの代表の梅沢優太さんを呼びしてお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。おー、司会の牧原と安野孝之です。よろしくお願いします。では後編からご覧いただいている方もいらっしゃるので、簡単に自己紹介をお願いします。はい、ベンタスの梅沢です。はい、デジタル化のプロダクト中心にプロ級の入るためのファンビジネスやってます。いろんな球団が使われているデジタル化サービスをやってらっしゃるということなんですが、そもそも梅沢さんが東大2年生の時に起業されたということで、もともと起業を考えていらっしゃったのかとか、起業に至るまでをちょっとお伺いしていきたいんですが、はい、大学入るまでは全然スタートアップとかベンチャーとか知らなくて、中小企業みたいな捉え方しかしてなかったので、まあ、普通にどっかに就職するとか、あとなんか弁護士とか会計士とかなんかそういうのとってなんか社会出てくるもんだと思ったんですけど、まあスポーツの仕事ずっとしたくて、なんか中学校の時とかも三者面談とかでなんかスポーツの仕事したいですみたいな、先生に行って先生わかんないみたいな、うん、何があるんだろうってみたいなその進路次第に変わるみたいな、まあ割と進学校だったら自由だったんですけど、監督とかなんかそういうのやるのかねみたいな言われて、僕も全然イメージなかったんですけど、とにかくずっと自分サッカーやったんで、まあ、とにかくスポーツの仕事したいですって言ってて、まあ、大学入った時もスポーツ何かやりたいなと思って、なんかサークルとかよりもなんかそういうのなんかないかなと思って外で探してたら、うんうん、ウォンテッドリーとかでスタートアップ、あ、こういうのあるのかみたいな、すごいおしゃれな、なんかこう、はい、すごいイケてる、なんかこうみんなこういう格好してなんかやってるとこあるんだなみたいなので、うんうん、またスタートアップに入ってインターンして1年間やって、でそこで、あ、なんかスタートアップこういう感じなんだって、人数も少なかったんで、資金調達とか、インターンだったんですけど、手伝ったりとかして、で、あ、なんかイメージ湧いてきた、うん、あとなんか、スポーツのスタートアップだったんですけど、自分だったらこうやるのになみたいなのが、バーってあって、共同創業者とかと大学であって、まあ、そんな感じ。なんで、なんか、あんまり起業したくてっていうよりは、例えばスポーツとかエンタメの仕事したくて、で、なんか、そのうちの選択肢の一つというか、手段として、うん、スタートアップがあったんで、うん、正直全然スタートアップじゃなくてもよくて、いま、うん、だに別にスタートアップじゃなくていいと思う、はいはい、今はもちろん仕事だから、うん、ちゃんと会社を大きくして発表して返すっていうことをジョブとしてやってるんですけど、うんうん、自分の気持ちとしては本当にスポーツとエンタメの仕事をやってるだけっていう感じが強いです、うん、中学校がスポーツみたいな、はい、なるほど、いや、分かんなくていや本当に好きなだけで、うん、なんか親も両親も家でずっと夜は海外のサッカー見て、土日はジェリーの試合見て、プロ野球見て、うん、僕も小学校から帰ったら地上波じゃなくてケーブルテレビがついて、はい、J スポーツっていうのがスカパーとかであるんですけど、はい、あれちょうど夕方ってアメリカのプロレスの再放送やってて、WWE って、めちゃくちゃ巨大企業なんですけど、ずっと真似してたんですよね。それ1個あったんで、家でずっと真似してて、で今プロレスの仕事やってるんですけど、めちゃくちゃ嬉しいんですよ。そうですね、僕プロレスも大好きなんで、まあ、今は本当にその一つ一つが自分としては本当に嬉しい仕事ばっかりっていう感じ。だから本当にまあやりたかった。だから別に理由なく当たり前にあったから、普通にそれで稼ぎたいし、それで食いたい。起業を2年生の時にされたというふうに、はい、伺ったんですけど、その、まあ、なんかやろうと思ったタイミングはどういうきっかけだったんでしょうか。なんかアイディアはあって、はい、仲間がいて、うん、まあこうん、今ぐらいみたいな、なんか最初本当に学生のサブプロジェクトみたいになってたんで、法人作んなくてもよくねみたいな感じだったんですけど、多分なんかどっか借りる、多分オフィスかなんか借りるか、法人が必要で、うん、じゃあ作るかみたいな、うん、で作ったのが最初なんで、うん、どっかでやったと思うんですけど、なんか、うん、タイミングはなんか人とかみたいなタイミングでした、ね、なんかこうそれをやって、まあ、プロダクトをリリースしたからなのか、はいまあ、もしかしたら融資なのか分からないですけど、お金入れたからのなんか梅沢さんの中でバシッとこう切り替わるタイミングとかあるんですか。そうですね、2017年の11月に会社作って、2018年に最初のエンジェルラウンドで為末さんとか言い出してもらって、うんうん、そこは結構やっぱなんか大金じゃないですか、うん、そうですね、1500万ぐらいのところにエンジェルラウンドで入ったんですけど、
こんな怖い500万とか見たことないわ、ね、そこら辺から、まあでもその前もやってたんで、スタートアップで、うん、だからまあだんだんもうやるんだなみたいな気持ちになってて、うん、まあ流れで、まあでも本当スポーツやりたかったんで、うん、何かやりたいなみたいな、うん、学校は行くよりそっちの方が全然楽しかったですし、うん、まあ、あんま変わらないテンションでやってるかもしれないです、うん、からちょっと変わってらっしゃるというふうに伺ったんですけど、それのこうタイミング、どういう変遷があったのか、そうですね、多分前編かな、うん、にプラットフォームじゃなくて、一個一個やってました、うん、最初からそのアイデアになったんじゃなくて、まあ、ずっと実は2017年から、そういう意味では電子トレーカーずっとやってるんですよ。だからそこはピボットしてないんですけど、うん、なんかもっとプラットフォーム作って、いろんな団体とかチームとかアスリートとかがそこに乗っかってきて、変えたり、うん、トレードしたりできるみたいな。逆に今時っぽいですよ。なんか 今のなんか NFT とかの技術マーケットみたいな、うんうんうん、それをなんかもう5年ぐらい前にちょっと早すぎた、うんうんうん、ブロックチェーンとかいうよりはまずやろうぜ。なんか全然悪くなかったというか、ちょっとずつ売り上げも立ったんですけど、まあ、まさにこういう大きい、あの今僕らがやってるような球団とか団体と組む時を想像した時に、ここに乗ってくるのかなみたいな。それはなんか球団とか団体が乗ってくるかもわかんないし、ファンの人もここ来てくれるか全然わかんないな、うん、別になんかこういう理由があったからですね、これなんか無理じゃねみたいな思ってて、まあ2019年にあのもう完全にそこはピコンとして、うん、前のサービス1回開発してみて、でちょうどその時ダイオンさんの話があったんで、うん、きっかけとしてそのハイライオンさんを持っていくかなっていうのがありました、ね、うん、でもそれだけねプラットフォームっぽい形でやってて、はい、そこそこねニーズを感じてた中で、はい、なかなかピボットする勇気ってすごいするんで、あんまりスケースになんかイメージが湧かなくて、うん、それはなんかこう指標とかで言ってたわけじゃなくて、うん、うん、みたいな、なんかどうかなみたいな感じで言ってたんで、うん、まだ傷が浅かったんで、うんうんうん、ちょっと早めに変えようって先を見せて、はい、変えました。ちょっとうまく方向転換ができたタイミングだと思うんですけど、はい、途中でもコロナもあって、はい、結構いろんな、はい、まあ、変化があったというふうに伺ったんですけど、はい、そこはどういった、はい、どうだったんですか。結果的にはコロナは多分うち追い風だと思うんですよね、うん、業界構造が変わったとか、なんかその球団の思想が変わった方は僕らにとっては追い風の方に変わったんですけど、ちょうど多分コロナが始まったというか、なんか日本で流行り始めたのが2020年の2、3月ぐらいに、これやばくねみたいな感じになった時、あの覚えてらっしゃると思うんですけど、プロ野球とか J リーグの試合やんなかった、なんか野球とサッカー2月と3月に開幕したんですけど、はい、試合やりませんみたいな、なんかしばらくやりませんマジで言ってんのね。なんかそのセーブライオンズのプロダクトをもう僕らめっちゃ作ってて、でもちろんライオンズさんなんでめちゃくちゃ気合い入れて、少ないですけど投資も、まあ、当時融資とかで集めとかそこにバーンって入れて、でなんなら、まあ、当時あのさっき MVP さんのファイナンス9月にやるんですけど、その前にもうなんか他社さんでやろうみたいになってた。ファイナンス2020年の頭にそのライオンズさんの実績引っ提げて、本当小学なんですけど決まってて、おお、そうですね、決まりかけてて、それも当てにしてもうぶっ込んでて、うん、リリースできないし、でまあそのなんか開幕ができなくて、まあ、今考えるとその、ね、間のお金をこのデジタルコンテンツで稼げばいいんだけど、やっぱ当時わかんないから、これさすがにプロ野球やってないのに開幕してからリリースしましょうっていう話になって、そうですよねって言いつつ内心めっちゃやばいこれみたいな、全然売り上げ立たない、手前の作戦を止めてるんで、うん、半年から1年ぐらい売り上げ立ってない状態で、で2020年の3月にローンチできず、6月に結局プロ野球が開幕して、6月にサービスローンチして、そこから売り上げ立ったんですけど、その2月から6月ぐらいはなんかほぼなんかギリギリでも、まあそこで売り上げが立ったんで、多分ちょうどその時に奥さんに、はい、御社と話してて、で9月にファイナンスができて、いや、そうですね、その次に2021年に 2.7 億やって、で多分2023年の10月11月にまた今やってという感じで、ファイナンス的にはそうだったんで、まあしんどかった、めちゃくちゃしんどかったですけど、まあ今思うとまあ、うん、なんとかなったなみたいな感じではありましたね、はい、いやタイミングですね、タイミング、本当にそれがなければね、もしかしたらご一緒してなかったかもしれない、そうですね、うんうん、そこで耐え抜いたっていうところで、はい、まあなんかこう周りのチームとか、自分のメンタルもそうですけど、はい、チームとかどういうふうに維持してたんですか。まだ良かったの、僕らまで学生だったんですよね。2020年ってギリギリ学生、あ、
あ、まあ、その3月以降、4月以降は学生じゃなかったんですけど、周りのメンバーも割とその東大の院とか行ってて、うちでやってるんで、なんかあんまり良くないかもしれないですけど、あんま緊張感なくて、多分みんな社会人だったらやべえみたいになってるんですけど、みんな学生でなんか実家だったりしたから、まあなんかバイト1個なくなったみたいな、まあ実際はもっともっと考えてくれると思いますけど、まあ、そこまでなんか だったんですよね、まあ、自分は本当に打ち込んでましたけど、あの良くも悪くもそういう、まあ、みんなすごく、あ、まあ、なんだかんだ給料をね、なんかみんなちょっとずつ減らして協力してくれたり、まあ、僕もゼロにしてしばらくやったりもしたんですけど、多分僕もゼロにしてできるのって本当にまだ学生かなんかそんなぐらいだったんで、ありがたいタイミングというか、大人の会社だったら結構しんどかったと思うんですけど、そこはタイミングとしても逆にいいタイミング、まあ、よくはないですけど、まあ割とはい、メンタルが大丈夫だった、まあ大変だったんですけど、大丈夫だったかなと思います。そんな中でやっぱりエンタメってこう作り上げていくのめちゃくちゃ大変ですし、まあ、スポーツってところ今すごい盛り上がってると思うんですけど、結構さっきコロナでいうと激しい領域だったのかなというふうに思ってて、そこでこうちゃんと使われるサービスを作り上げられたっていうのはすごいいいチームだったんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、どういう今流れが来てるなみたいなことってありますか？そうですね、そもそもやっぱりスポーツとかエンタメ、特に日本はスタートアップ全然いないんですよ、でスポーツ系の IT 系のサービスで日本国内で IP 用してる会社って多分本当1社とかで、しかも人材系とかなんで、サービスだとないんですよ、まあ、まさにそれかなり難しい。それはまあ市場の大きさもあるし、なんかこう構造的にやっぱりまさにうちもそうですけど、 IP 大きい IP を捕まえる、そのプロ野球と一緒にやるみたいな、しか最近のバーチャル YouTuber みたいに、もうあれを作り上げる、本当にすごい新しいコンテンツを自分たちで作るかっていう Web10 とかそれもありますけど、まあスポーツだとやっぱなんか新しいコンテンツ作るとか、野球のルール変えるとかって、まあ、そういう人たちもいるんですけど、でもなかなか難しいと思っていて、とはいえ結構なんかそのファンの体験、そのファンがどういう人たちで、そのファンに対して新しい価値を生み出すとか、この辺はなんかあんまり実はアップデートされてない、ずっとあのすごくコンテンツの価値は上がってるし、テクノロジーは増えてるんだけど、なんかあんまりこうファンの本質を変えるような、あるいはファンの本質をなんかさらにエンパワーするようなプロダクトってあんまりないので、その辺は僕らはすごく、まあ今もやってますけど、今後やっていきたいかなというふうに思ってますね。まあ、今スポーツエンタメすごい盛り上がってきていて、はい、でスポーツ業界もまあ DX とか、はい、なんかそういう流れが来てたりとか、なんですかね、経営の方たちもなんか外の業界から来る動きとか、はい、その実際の中でどうですか？あ、いや確実に良くなってはいるんだと思うんですけど、まだやっぱりやることはいっぱいあって、結局すごくミクロで見ると、球団も例えば IT 企業が親になってもめちゃくちゃ社員は働くみたいな、全然アナログっていうとか、でもそれしょうがない部分もあったり、まあ、そうせざるを得ない部分もあって、まあ、それを一個一個変えていかなきゃいけないし、ファン向けの体験も結局まだまだ全然、まあ、全部デジタルにすればいいのかって話もあるんですけど、全然変えられる余地はたくさんあるなと思っていて、確実にそういう会社が入ってきていることはプラスなんですけど、でも意外とこう一個一個ではできるけど、僕らみたいに俯瞰していろんな球団でやっていくとか、僕らは多分強みって一個一個でやるけど、さっき言ったよう なんか他のところでできたことを抽象化して抽出してどこかに持っていくみたいなことって、そういう IT 企業って一個一個球団やってるだけだとなかなか難しいじゃないですか、だからそこはやっぱ、うちがやるべき仕事なんだろうなっていうふうに思ってますね。なるほど。いや本当にだから今は、まあ、オリカルっていう、はい、まあこれからと、はい、まあ、アプリとかで始めてますけど、はい、本当に多分いろんな事業機会がそこにはあるし、ね、作っていかなきゃなっていう感じですよね。トレカ屋さん、まあ、トレカ屋さんだと思われてるんですけど、全然トレカ屋さんになりたいわけじゃない、まあ、ちょっとこれはうちの、ね、発信の仕方もないんですけど、でも、まあ、99% の人はトレカ屋さんだと思われてるんですけど、まあ、国会1、2年でそうじゃないところを共有できるっていうケースなのかなと。あと結構そのファンの先方たちの、まあ、熱力強くなってきて、はい、そこら辺のデジタルツールってあると思うんですけど、なんかファンタジースポーツとかも最近、はい、最近とか数年前からこう盛り上がってきたみたいな話があるんですけど、はい、そこのあたりってどう思いますか？はい、あ、そうです、まあ、日本だとね、今あの完全にこうお金かけた形でも、あれは高校じゃないので、まだしばらくはダメだと思うんですけど、
プラスとかだとソレアっていう多分700億ぐらいかな日本で調達してるようなスタートアップっていうのがあって、あのすごく面白いけど、うん、で結局こうギャンブルが楽しいというよりは競馬とかもそうだと思うんですけど、うん、何かに自分がベットする要素に乗っかることによってより思い入れを持つっていうか、やっぱり応援するじゃないですか、頑張れみたいな、なんかそういうところは結構ああいうサービスの魅力だと思いますし、ストレアとか実際その若手の選手とかを買っといて値上がるみたいなやつを見るみたいなありますし、まあ、うちがちょっとどういう形でそこに参加してるか分かんないですけど、まあ、注目してもちろん見ている。そうですね、まあ、個人的にも結構その外資とかだとやっぱり移動性少なかったりするんで、そこできたりするんですけど、まあ、日本のコンテンツをね外資に取られちゃったなみたいな悔しい思いがあるんで、まあ、そこは日本の企業がしっかりそこを作っていってほしいなと思ってますよね。いや、でもスポーツエンタメ系は本当に今後間違いに伸びてくる、はい、最近本当に思ってて、はい、やっぱ DX が進んでいって人の働き方がどんどん楽になっていくと、こう生きる上で何が楽しいかって言って、もう推し活とかなんですよ、はい、でどこにお金使うかっていうと、そこにお金を使ってでそこの好きな人とひたすらその話してるみたいなのが、もう人生一番楽しいみたいなところなんで、はい、まあ、それがめっちゃ顕著になっていったっていう感じがすごい最近来てるので、はい、まあ、それを支えるインフラになってほしいですよね、はい、うん、まさに自己紹介するときとか、まあ、今だと性別とか年齢とかどこ出身でどこの大学ですみたいな話をよくすると思うんですけど、結構何好きですみたいな言うじゃないですか、うん、で阪神ファンでみたいな、広島ファンでみたいな、でなんか阪神ファンと巨人ファンの人となんか仲悪いみたいな、うん、なんでみたいな、別に仲悪い必要ないのにみたいな、なんかそのアイデンティティの一つに何かのファンであることっていうのは確実にもうすでになってると思うんですけど、昔からそれはなんかより、まあ、世の中がデジタル化したりバーチャル化したり、萩谷さんもおっしゃるようになんか暇な時間になったりする、増えたりすると、特にデジタル化とかバーチャル化するとこう見た目とかあんまり価値がなくなってくる、相対的に多分男か女かとかって多分価値が下がっていって、むしろこういうなんか精神性みたいな方の方が価値が上がってくるんだろうなと思ってて、結構人間の本質としてそっちの方を重視するコミュニケーションだったり、はい、人間関係になると思うので、なんかそこのなった時に欠かせない会社になりたいなと思ってますけど、ね、じゃあそういった形でベンダさんが今のスポーツの領域をこうある意味こう DX というかこう変えていって、まあ、ファンの方がこうより楽しめるようなコンテンツをどんどん作っていらっしゃるということで、またこれから楽しみだなというふうに思ってるんですけども、やっぱり今すごい拡大しているということなので、どんな人材が欲しいとか、これからどういう会社を作っていきたいみたいなところをちょっと最後お伺いしたいなと思うんですが。そうですね、まあ、本当にスポーツとかエンタメ業界において先ほどもお話したんですけど、ちゃんと大きくなったスタートアップが日本にないので、うん、まあ、特にスポーツだと、まあ、そこを一緒に作っていけるような、本当に自分はさっき言ったようにスポーツ業界でやりたいと10歳ぐらいの時から多分ずっと思ってやってきているので、うん、なんかスポーツが好きだから来るだけじゃないと思うんですけど、なんかそこら辺の思いを一緒にやれる人っていうのはまさにやっていきたいなっていうふうに思いますし、まあ、そうですね、なんか我々の会社は本当に大きいコンテンツの、まあ、一番最前線でファン向けにプロダクトを作っていけるので、エンターテインメントとかスポーツに限らずなんかやりたい人が来るような会社は作りたいと思ってます、うん、なかなか僕もそうでしたけど、スポーツとかエンタメの会社になんか入りたいなと思ってもないんですよね、新卒で入りたい会社が、うん、って怒られるかもしれないですけど、だからそこがうちになれるような会社は作りたいと思ってます、なと思ってます、うん、選手のセカンドキャリアとかもすごい、あ、まあ、ね、文脈的にはそういうアスリートとかも、はい、結構、まあ、スポーツの中で、まあ、ビジネスしていくという、まあ、なかなか選択肢が少ないので、そういった人たちももちろん注目していただけると思いますし、はい、まあ、なんかそういう、まあ、人たちがちゃんと稼げるというか、はい、ちゃんと球団も稼げて選手も活躍できるかにもつながっていくかなというふうに思うので、そういったところにちょっと興味がある方はぜひベンダさんにご連絡いただければなというふうに、私たちもこれからもずっと支援していきますし、どんどん調達もうまくいっていらっしゃるので、ぜひこれからも楽しみにしていきたいなというふうに思っております。では最後までご視聴いただきありがとうございました、チャンネル登録をお済みでない方はこちらからお願いいたします。では、また来週お楽しみに。ありがとうございました。